どうもアルダトゥランテ試合序盤からすげー疲れてる顔してるよねでおなじみレオザフトボールでーす。あんな疲れてる顔してるのにすげー走るんですけどね、人は見かけによらないですね。ということで今日もヨーロッパサッカーミーティング、楽しく皆さんとヨーロッパサッカーの話をしていきたいと思います。前回はですねリバプールの街レビューを 2回にわたってやったんですけど、まあ、今回は皆さんの質問に答えつつその中で特にね、話したい話題がありますのでちょっと今まとめましたんでそれも、やっていっちゃおうかななんて思ってますね。というわけで、お一人目いきましょう。山口雄大さん、バイエルンに来るまでほとんど知らなかったんですがドーグラスコスターなぜ活躍できているのですか。そうですね、シャクタールドネツクでしたっけね。確かにあのガルディオラが会見で、ちょっとレベルの低いリーグから選手取ってきて大丈夫ですかみたいなことを言われたんですよね。その時にまあ見ててよみたいなこと言ってて、実際今はですねもう本当になんですかね、1対1モンスターみたいな、本当にサイドでの1対1だったら絶対かわしてクロス上げてくるみたいな、っていうかぶち抜くみたいな、そういうプレーでファンも多い選手なんですけれども、いろんな要素があると思うんですよ。一つはですね、あのブラジル代表とかよりも、ガルディオラがやることを明確にしてくれてるっていうのがありますね。これは、ですね、僕まあバイエルンの試合1試合見て、通して見ることはなかなか、最近はないんですけども、僕が見た試合ですとね、バスケットというアイソレーションっていうんですかね、この反対側に選手を寄せて、言っちゃえば、ドグラスコスターが左サイドだったら右側に選手が寄ってる時にこうそっち側に言っちゃえば相手のプレスも寄るじゃないですか。そこを逆サイドにビュンとラームだったりとかチャビアノソだったり、ティアゴとかがビュンって通してくれて、あの対角線上のパスで、それを受けたドグラスコスターが、1対1であとはぶち抜いて中のレバンドスキーとかミュラーが決めるっていう、そのバイエルンが、今までなかなかなかった、得点パターンですね。昔だったら、リベリだったりとかロッペンが中に入ってきて絡んできてっていうのがあるんですけど、それをですね、まあ、シンプルに、相手をかわして中の選手に合わせるっていうタスクが、与えられてまして、それをこなすには十分スキルほど個人能力があるっていうのがあると思います。あとまあそうですね、それがまあ今全部説明しちゃったんですけど、まあ見てくれる人、反対側にいるドグラスコスタの存在を見てくれてパスを通せる能力ある人、そして中に上げたら決めてくれる人がいるっていうのがすごい強いと思いました。続いていきましょう。岩崎流星さん、アーセナルの怪我人が復帰した時、好調のエジル・ジルのホットラインは変わらないと思いますが、サンチェスなどサイト選手の怪我はどうなると思いますか。そうですね、今ですと、カソルラだったり、ユナイテッドとか移籍してきた選手の、いつも名前忘れちゃうんですけどね、そのフォワードの選手ですとか、あとまあサンチェスですね、サンチェスだったり、あとまあサイドの選手じゃないですけどコクランとかいると思うんですけども、前線はですね僕ですねこれじゃあですね、ちょっと反対側は後で使うんで、センターはジルでまあベタですね、ウォルコットのとこカッコカソルラって書いてあって、右のサンチェスのとこキャンベルって書いてあるのがですね、この2人がですね今結構守備をちゃんと支えつつ、カソルラはパスをさばく良さがあるとしたら、ウォルコットはその裏に抜けるそのディフェンスラインの裏を狙うっていう動きを繰り返してくれるんですね。それがですね、ボールポゼッションを高めるのはカソルラなんですけども、エジルだったりとかラムジーとかが持った時に裏に走り出してくれる、抜け出してくれるっていう動きはウォルコット強いんで、この辺がどうなるのかっていう話ですね。まあ僕とかやっぱね、ボール持った時テクニシャンがすごい好きなんでカソルラを押したい気持ちもあるんですけど、コンディションが戻るまではウォルコットなのかなとか思ったり、あとまあカウンターだったりとかするとジルのところにウォルコットが入っても面白いですし、あとサンチェスの位置はもうここがサンチェスですね。ただ最近ですねこのチェンバレンがどんどん伸びてると言いますか、もともとすごい選手だったんですけど、やっぱこのチェンバレンじゃない、思いっきり間違えて嘘言ってましたね、このキャンベルですね、キャンベルがですね守備でも献身的な動きをしますし、スルーパスって言いますか、あの裏に抜けた選手を見る視野が結構広いんですね。それでこの間のリバプール戦とかもチャンスを作ってましたんで、あれだけ運動量が豊富で、あとはあの1対1だったりとか、シュートですね、結構チャンスのシュートで、凡ミスすることがあるんで、それを減らせればと思いますんで、その辺が、どうなのかっていう話なんですけど、結局、リバプールが今怪我に苦しんでたり、イングランドチームの全体的な悩みなんですけど、カップ戦が2個あるんで、他のリーグよりも試合数がものすごく多いんですね。ってなってきた時に前線の駒はすごい多い方がいいです。エジルぐらいですね、今替えが効かないのは。ただカソルラが戻ってきたらこの位置にカソルラがやったりとか、結局前線の選手をこう使い回せるんで、でここに若手のビエリックだったりとか、あとあれですか、その
完成でラムジーだったりウィルシャーだったりとか使える駒がどんどんこれから増えていきますんで、アルテタとかも本格、このシーズンで引退はしないのかな、なんかそういう話もありますけど、とりあえずリバプールが今苦しい、コーチーニョがいなくなって苦しんでるように、前線の駒数はプレミアリーグに関してはもう多い方がいいと思います。本当にターンオーバーしても、それでも疲れが出ちゃうようなリーグですんで、なんでこの方のくださってる質問ですね、これはまあ心配いらないでしょう、いろんなターンオーバーをベンゲルはやってくれると思います。続いていきましょう。ジョン・ジャリさん、エムレ・ギャンがサイドバックとボランチできておすすめなのですが、お、なんかなっちゃいましたね。エムレ・ギャンがですね、サイドバックとボランチできておすすめなのですが、どうですか、どう思いますか、ベンティフィルミーの一番いいかさはどういうフォーメーションをおすすめしますか。そうですね、このチャンネル、毎回見てくれてる方にはもうおなじみだと思いますけど、僕はもうこれエムレ・ギャンって書いてますけど、多分カンかジャン、そのイングランドの僕の実況だとエムレ・カンって言って、キャン、もうまあなんでもいいですか。まあまあ皆さんが理解してくれればいいですけど、まあ僕はエムレカンって言います。エムレカンがですね、すごい僕もお気に入りでして、時々ちょっと持ちすぎる時だったりとか、ワンテンポパスが遅かったりとかする時はあるんですけど、それでもですね、中盤の底を任せながらバランスを取りつつ、木を見て攻め上がって、で、ここはもう独力で突破するしかないっていうところは本当に独力で突破して、ミドルシュートが決めたりとか、結構万能型の選手で、それが全部クオリティ高いっていう。もう今まだ22くらいかな、2年か3なんで、ここからどんどん伸びていく選手だと思うんですけど、この選手はですね、最近の試合見てるとやっぱりですね、ちょっとビエラ的と言いますか、相手をなんか引きずっていくドリブルというか、テクニックでかわすっていうよりもなんかこう推進力でどんどん行くドリブルが得意でして、それで独力で突破して、チャンスを作ってて、結構ヘンダーソンとか、ミルナーとかよりもその点では頼りになるせってなると、やっぱ今のリバプールってコーチーニョがいないと、フィルミーノの覚醒がない場合はもう結構カンのそういうところに頼りがちになりますから、だったらエムレカンを前に使ってアンカーの位置にヘンダーソン入れた方がいいのかなとか思ったりとかしますね。なんで僕なりにちょっとリバプールの、理想的なフォーメーションを考えました。これですね、ちょっとこの方には申し訳ないですけど、ベンテケがですね、前回の動画でも言っており、動き直しがすごい下手なんですね、ベンテケっていうのは。この今フィルミーノって書いてある位置ですね、カッコ書きが控えの理想です、フィルミーノって書いてあるし、便的なんですけど、これがですね、相手ディフェンスとのラインの駆け引きがすごい下手だったりとか、プレスのタイミングが遅かったりとかして、そういうところで便的のことをクロップが、抜かれた時に便的って叫んでる時があるんで、ああ多分今の動き出しの遅さだったり裏抜けの動きを感じてないところが、クロップが負けてる時だったりとか、後半の70分超えた後にベンテケ投入するしかないようなとこなんだなと思うんですよね。やっぱフィジカル的にだったりとか、そういうところはすごいいい選手だとは思うんですけど、なんでここにフィルミーノを入れて、左にミルナーを置きます。で右にスターリッチで 3-4-3 にして、これサイドバック2枚でセンターバック1枚サラーしかいないなと思うかもしれないですけど、サラーじゃないですね、サコーですね、サコーしかいないなと、これちょっと思いっきり間違えてましたけど、いないのって思うかもしれないですけど、これですね、可変システムって言いまして、攻める時はこれでカンがアンカー的なのを使って、アンカー的にこうディフェンスの時はこう、攻める時はカンはここなんですけど、1枚下がって4バックになって、でミルナーとスターリッチが、まあ、スターリッチ復帰したら一番いいのはこう左利きを僕ここに右に置きたいんで、こうなんですけど、まあ、復帰するまではここはラーナーナだったりフィルミーノだったりとか、まあ、前線は守備をしてくれる選手ならいいです。これがこう下がってきて、普通にイングランド的な 4-4-2 の形になると。でそれなんですけど、攻めの時にはカンが1列前に上がって、ミルナーとスターリッチが両サイドみたいな形になって、こういう風に攻める。でこれの何がいいかって言いますと、イングランドって 4-4-2 だったり、センターバックの前に、ボランチっていうか中盤を作って2枚のラインになる時あるんですけど、そのシステムってですね、一番このバイタルエリアって言いますか、ディフェンス前ボランチ後ろのスペースが空きやすいんですね。 4-4-2 になりますと、中盤を2枚で管理するんで、1枚がですね前に上がってきて、よくヤヤトレとかやっちゃうんですけど、ヤヤトレ前に上がってきて、フェルナンジーニョ1人で全この中盤のエリアカバーしたわけ、そこにですねコーチーニョをこうフリーマン的な形で置いときますと、コーチーニョがどこにでもこう現れれるわけですね。そうなるとフィルミーノとコーチーノが近くなって連携をしたりとか、左に現れたらカットインのシュート、右だったらクロスとか、こう攻撃にですねバリエーションをどんどんつけるんですよ。でこれで相手にボール取られたらやばいってなったら、カンが下がってミルナーが下がってスタリッチが下がれば守りはできるんで、この何ですか、進化変システム、ちょっと僕もガルディオラになったつもりでこれ考えてみました。皆さんどうでしょうか。まあジョアレンを使いたいって言いますね。この選手がすごいパスをさばけるんで、ちょうどダービッツが来た時の、チャビみたいな感じで、アレンの多分ですね、寄せの遅さだったりとかすんのかな、今
クロップが使わないな。でもアレン使った方が裏抜けの、フィルミーノだったりだとかが裏に抜けた時にビュンとパス出してくれるのはアレンなんで、アレンもどうしても置いときたいんで、どうしても僕は、イワプールのセンターバックシュクルテルが、結構ラインを上げるのが遅かったりとか相手の動きについていけないところがちょっと不満だったりとかするんで、攻めの時はサコを1枚に任してっていう形にして、こううまくバランス取り合って、このぐらい革新的なサッカーをしないと僕はリバプールがチャンピオンズリーグ取れるぐらいのチームに今のままじゃないんじゃないかって思ったりとかします。ここにね、一番あの手足低減とか来たらキーパーもボールさばけるようになるんで、よりこの今僕が言った、ことができると思います。というわけで、もう10分になっちゃったんでね、あとは質問に2つ答えていきましょう。今後プレミアリーグでレスターのような躍進を遂げるチームはあると思いますか？僕はですね、トテナムが、両サイドにいい選手を、もう1枚なんですかね、驚異的な選手って言うとあれなんですけど、今ラメラと誰だったかな、なんかこの間の試合見てて両サイドの突破だったりとかそこからの崩しが弱いなって思ったんですよ。ってなった時に中にはデレアリとか、あの選手誰でしたっけ、ケインがいますんで、やっぱ両サイドでパス離れが良くなればマフレーズだったりとか、そういうなんかドグラスコスター、さっき最初紹介したああいうタイプの選手が一人でいて加わればと思いますね。あとはですね、スライム様の質問に行きましょう。ユナイテッドについて質問ですが、攻撃パターンが少ないと思います。マルシャルの個人からばかりな気がするんですが、2人はどんなパターンがあるといいのでしょうか。それにフェライネがいなくなったらこのチームは大丈夫なんですかね。そうなんですよ、マルシャルがですね、この 4-2-3-1 でいったら、これ今リバプールですけど、この左の位置からですね、個人技の突破でであるんですけど、ここがルーニーとのホットラインができればいいですね。これをですね、スワレス、ネイマールの関係みたいな感じで、ここでのパス交換でそれぞれが危険な位置に移動できればいいですけど、どうしてもマルシャルはですね、やっぱり個人技に頼ってしまう。っていうかマルシャルが悪いっていうより周りの動きが僕悪く見えるんですよね。マルシャルが突破しようとした時に、もらってあげる三角形の位置をこう作れてないっていうのはすごい大きな問題だと思います。その辺はですね、やっぱ、フェライニだったり、あとここの位置やるのをエレーラだったりとかするんですかね。まあ僕はエレーラを1枚下げて股を真ん中に持ってくるのが一番いいかなとか思ったりとかするんですけれども、僕はフェラインにはいらない派なんで、なんでかって言いますと、コメントで他の方にもあったんですけど、後ろからゲームを作らないんでフェラインにポストプレーで当ててっていうことを言う人ですけど、そんなサッカーも見たくないんですよ。正直ですね、もう後ろからパスつなげるセンターバック取ってほしいですし、金100億使えるんだったら、ですしね、後ろからつなげないって言ってもシュバインシュタイガーだったりとか、あとセンターバックだったら、ロホだったりとか、あとまあつなぐで言ったらブリントもいますし、別にできないチームではないと思います。ただそれをするための、戦術的な、理解力などを、高められてないのがファンハールの僕は責任だと思いますし、今のチームの攻め方とかね、アヤックスで、3-4-3 でヨーロッパを席巻した同じ監督とは思えないぐらい選手同士の距離感が悪いので、ぜひともこの辺はですね、まあ、ファンハールっていうのは基本的に、RZ だったりとか、当時の若手主体のアヤックスだったりとか、そういう風になんていうんですかね、スター軍団よりもそういう、なんていうんですかね、言うこと聞く軍団の時の方が、なんですかね、自分の、一番高校やサッカーの監督的なところはですね、自分の言うこと聞かせてうまくいかせる監督なんで、どうしてもスター選手揃いのチームだと、あんまりいい結果を出せないと言いますか、チームの反感を買ってやられちゃうんですよね。バイエルンも、今みたいにヨーロッパのベスト4常連、チャンピオンズリーグベスト4常連じゃなかった時の方が、EL とか出なきゃいけなかった時から変革した時に任されたのが、ファンハールですんで、どうしてもそのダメなチームを再生してるイメージがあるんですね。なんで、ファンハール、まあちょっとその辺をカリスマ性のなさなのかどうなのか、僕はちょっと今の試合、攻撃システムの構築ができてないうちはちょっと良くないと思います。というわけで、もうちょっと話したい問題あったんですけど、ちょっと動画長くなっちゃったんで、次の動画に回したいと思います。皆さんにですね、欧州サッカーミーティングちょっと聞きたいことがありまして、どの試合をマッチレポートしてくれたら嬉しいかなっていうことで、今週の試合とかこの試合の解説よかったら聞きたいなっていうのありましたら、よっぽど嫌いなチーム以外はぜひとも受け付けたいと思いますんで、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。というわけで、レオズフットボールでした。ありがとうございました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。